こんにちは。昨日、秋季静岡県大会2日目になりましたけど、いよいよね、夏の甲子園に出場し、予選免除でね、ベールに包まれていた浜松開誠館の新チーム、見ることができました。プレイボールの1球目、2球目だったかな、大迫選手が振り抜いた打球は先頭バットホームラン、打った瞬間私はホームランって分かりましたよ。はい、やっぱり新チームも格の違いを見せつけるとこからスタートしました。それでは今日もよろしくお願いします。おーし、中手のぶしチャンネル。先に無駄話なんですけど、野球はね、半日で、午後はね、ちょっと温泉に入り行ったんですね。はい、こんにちは。今日はね、山の温泉入ってきたんでね、青くんとね。うん。ここで喋ろうと思ったけど、ちょっと天気が悪いんでね、ご覧の通り山の天気が変わりやすく、こっちが佐久間町で、あの川を渡ると私の生まれ故郷の辰山になります。なので、ちょっと帰ってからお話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。山深き、愛知県の東栄町ってとこにあると。ドーン。はい、東栄温泉に来てます。これね、実はね、浜松の地区では有名な監督さんですね。中学野球の、新玉中とか清流中、菊間中なんかをすごく行くとこ行くとこ強くされた、西尾先生っていう方がいらっしゃいまして、それこそ浜松商業の選手でね、甲子園ベスト8だったかな、池田高校にサヨナラで勝った時にホームベース踏んだ方ですね。3番レフトの西尾さん、西尾さんに、おい長澤君、東栄温泉のお湯はいいぞとこう聞いたことがあって、それで初めて、当時ね、子供の関係でちょっと家族ぐるみで遊んだことがあって、その時に教わってですね、それ以後行きつけになりました。はい、今でも子供がたまに行きたいって言うんで昨日行ったんですけど、久しぶりに来ましたけど、ちょっと茶色がかったね、独特の上で、疲れた体に染み渡りましたね。その後ね、佐久間高校っていう静岡県の天竜区佐久間町ですけど、静岡の池田高校と言ってもいいでしょう。浜松湖北高校佐久間分校、昔の佐久間高校のグラウンドです。今は野球部がね、部員がいなくなっちゃったのかな。はい、昔それこそ私が野球を教わった、元日本学期って現在のヤマハのエースでね、都市対抗準優勝してる中子隆さんっていう方も佐久間高校から出ましたね。その時の監督が後の静岡で甲子園で準優勝、迫田さんの広島商業にさよなら負けした静岡の野島先生、その方が佐久間高校で監督された。田舎もすごく暑かった時代があったんです。でもう少し進みます。そしたら、江川投手、それこそ作新の迫田さんの、迫田さんが攻略した江川投手が、川べりで投げてたっていうとこが今でもあります。私の故郷から、立山から佐久間に橋渡って間もなくのあたりでね、江川さんが住んでおられて、そこで投げてた場所があるんですけど、そこもちょっと行ってきて。怪物江川投手を育てた天竜川です。ここで石投げを対岸に向かって投げたそうです。ちょっと北縁、暗夜というか、はい、まあ、三元っていうんですね、三河から遠州ですから、三元をちょっとドライブしてきて楽しかったです。はい、でね、さあそろそろ開誠館に戻るんですけど、途中で落石注意っていうね、看板があるんですよ。田舎行くとそこら中に落石注意ってあるんです。私いつも思うんです、こんなもんどうやって注意しろって言うんだって。落ちてきて注意しながら、どうやって渡るんだって。怖くって渡れないやって。で、渡っててじゃあ落ちてきたらどうするんだって。いやいや、看板に書いてあったでしょっていう、ただそれだけの看板なんですよ。お役職的看板なんです。ほら言っただろ、注意しろって言って、でも注意のしようがないんです。おかしいな、看板だなんていつも思うんです。でもね、その看板の一箇所面白いとこあって、東栄町に。落石注意の看板のね、すぐ数メートルの後ろにね、落石があって落ちてるんですよ。あれは説得力ありますね。ずっとそのままにしといた方がいいんじゃないかって思うぐらいの。はい。開誠館の打線注意っていう看板があったとして、それを藤子が見て試合に挑んでるはずなんですけど、
注意しようないですよ。だってピッチャーはストライクゾーンに放って27アウト取らなきゃゲーム終わらないんですから、その間に何回ホームベースを踏まれたかっていうのを競うのが野球なんだけど、はい。まあ、どうやって藤子がそれを改正官に対応したのかちょっとわかりませんが、まあ、正直言って力の差がありすぎて、点が開いちゃった。現状の今の秋の時点ではどうしようもなかったっていうところが正直なところだと思います。よっしゃ。一番乗りですね。藤子の監督ってのは稲城先生ってね、それこそちょうど試合終わってね、私見てたらね、わざわざネット裏まで来てくださってね、30分ほどお話しして帰られましたけど、イチロー選手も藤子に来ましたよ。で、要するに野球振興がすごく興味があって、もう千何百人、40何回野球教室やってるそうです。今いろんなところで真似してますけど、パイオニアです、稲城先生。前の三島みなみ三男の監督さんで、甲子園も一回行っておられますよね。三男っていうとね、私が当時、まあ、指導者仲間で応援してた鈴木明宏先生って方がいた袋井高校。準優勝した後って結構強かった時期なんですけど、三男と当たるっつって、あ、そうっつって、東部の学校だし勝つなと思ったら、夏負けたんですよ。で、秋も当たってまた負けた。なんだこの学校はって。で、技術的に何がすごいわけじゃない。選手がすごいわけじゃない。なんなんだこのチームはってびっくりしたことを覚えてますね。で、まあ、人のつながりで紹介してもらって、ちょくちょくご挨拶するぐらいの関係ではあったんですけど、昨日初めてじっくりお話ししてね、コンセプトをしっかり持ってことに当たってる方だってことですね。野球教室にしても考えがあって積み重ねていった。後でついてくる人は先に、始めた人はなかなか追いつけないっていう、そういうことですね。だって、どん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 先行ってるわけですから、実績も先にできていくし、悩みも先に通過して、どんどん乗り越えて先に行くわけですから、後進の方には負けないよと、そういうプライドを話してて端々に感じました。私が感じたということ。あとは、東部っていうことで舐めてたんだよ正直ってことを私が言ったら、いやいやそうだと思うよと。逆に俺たちは、県大会の中部がやっぱ一番強かったから、中部と当たったら絶対中部を倒すぞってことをモットーにやってたんだと。だから三男は中部と当たった時の勝率は断ってたし、結構中部の学校を倒してる唯一の東部の公立だったと思うよと。で、富士校でも今それを目指して頑張ってると。学校のね、気質とか校風の違いがあるから、もう一回三男のようなものを作り上げるにはもうちょっと時間が必要だけど頑張ってやるよと、そういうことをおっしゃってました。はい。まあ、稲城先生っていうのはちゃんとチーム作れる方なんで、作り方が分かってる方なんで、これで春夏といって、もし改正館と当たった時に、今日は14対3だったかな、だん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 こう縮んでって、夏にいかにクロスに持っていくかですね。もっと言うと、改正館が当たった時に、うわー藤子だラッキーと思うか、いやーだなーとこう思うか、ラッキーと思って入ったけどゲームやっていくと、ん、相撲で言ったら組んだら、ん、結構強いぞとこうなった時に面白いドラマが生まれる。またそういう野球をされてきた方なんで、そこに期待したいと思います。はい。で、最後に改正館の話しないか。改正館はね、もうね、なんて言ったらいいんかな。結構隙はあるんですよ、野球に。だけどもうね、